はい、どうもゆきです。こんばんは。こんばんは。おはようございます。前回の続きで、とにかくデュラス島の探索メインになりますかね。離れ洞窟のレベル2。何か変わったことがあるかもしれないんで、ちょっと行ってみましょうか。では行きます。いやー、始まったー！来たぞ。ここね、そんなにうまく写真撮れてないんだよね。正面から撮れてる。お！初めてだね。オンバット。初めて見た。新しいポケモンだ！クロバットは前回も撮れたんですけど、正面からのいい感じのやつが撮れてないんで、バチュルとか、この、メレシーだっけ？こいつもね、うまく正面向いてる写真とかが撮れてないんで、できれば撮っていきたい。ところではありますなぁ。お、ゲンがいる、こんなところに。ゲンがこのワープみたいなのするから、わかんねえんだよな。どっから出てくるのか。はい。よし、いいんじゃないか？これはなんか出てくる。お！お！これはいい。これはいい。どっか別ルートあるのかな？そもそもないのかな？あるとしたらでもこの辺かなって感じするんですけどね。オンバット。かわいいこいつ。なんだこいつ。あ！不安定だっけ？こいつ初めてだな。あのコイキングどうしたらいいんだろうな。ああ、なんか勝手に右向く。勝手に右向いた。おわ、なんだ？どうした？どうした、どうした、どうした？どうした、どうした？リンゴ食うか？リンゴでも食うか？あれ？あれ？こんなとこ通ったっけ？いいな、この寝てるクロバット。なんだここ？あれ？レベル2になっただけで、勝手に、ニャミラミがメレシ追っかけてんな。ん？これか？はい。巨大な水晶、マグマだまりの熱で成長したようだ。なるほど。ニャミラミ、こっち向いてくれ。こっち向いてくれ。ニャミラミ！お前、リンゴ食うのか？食ってる。見えねえ、見えねえ。見えねえ、見えねえ。うわ。超輝いてやがる。ほら。食え食え。わ、クチートだ！うわ！いい写真ですね。食べるかい？食ったりはしないのか、威嚇してるっぽいな。あいつ特性威嚇だったもんな、確か。クチート。違ったっけ？すげえ、なんかすげえ綺麗なとこ来た。あ、ビビオン。いつもの。ジャングルの模様？ジャングル来たの？ここからジャングルに来るんだ。オンバット。オンバット可愛いなぁ。なんか、ひょこひょこ歩いてんのも可愛いな。全員飛ばそう。はい。なんでしょう。はい。遺跡。古代遺跡？どれが古代遺跡かわからんけど。古代遺跡も取っておこう。そろそろ。でも古代遺跡があったってことは、はい。ん？ん？あ、なんだ？暖かな光を放つ石。植物が育つ原因。あー、なるほど。なんかマグマの熱で、マグマの熱と、この水晶の光で植物が育ってるみたいな。なんかそんな感じなのかな。おかえり。でも、遺跡を見つけたってことはもしかしたら、イルミナポケモンが出るんじゃないかな。まあ、とりあえず、博士に見てもらいましょうか。あー、どっちもいいな。こっちかな。サイズ的には結構いい。
サイズだと思うんですけど、向きがちょっとね、これもサイズはいいと思うんだけど。これいいね。いいね。いい写真だ。これいいじゃん。かっこいい。不安定なぁ。不安定微妙だよなぁ。グレックルなんて取ってないようなもんだからな。1。これか。闇ラミも星1が、初っすね。まあ、これかな。クチートは単純に初。これかな。ビビオン星4。何してたところかわかんないけど。古代遺跡らしきものも写真撮ったし、OK! これで行きましょう。ビビオン揃うんじゃない？じゃあ。よし。それじゃあ、一緒に見ていこうか。お願いします。オンバットかわいい、これ。新発見だ。これめっちゃいいな。4200。おー、いいね。いいね。3000。負けてんのか。向きか。向きの問題か。クロバット初だもんね。しかも4500。いいね。いい写真だ。この弦がクソかっこよくねえか。やった。かっこよすぎるだろう。不安定は初。新発見だ。初めてのポケモンちょこちょこ出たな。言っても不安定とオンバットぐらいか。だっけ。負けてる、グレックル。グレックル後ろ姿しか撮ったことねえわ、まだ今のところ。ポーズ200。引く。いいね。闇ラミさん。これは結構いいんじゃない？まあまあですよね。クチートは微妙なんじゃないか。でもクチートも初か。そういや、そうだった。いやー、もうちょっとだったな。星4ビビオン。何してるとこなんだろうね。あー、3がない。ないのか、3。そっか、3取らなきゃいけないのか。古代遺跡は、まあ古代遺跡。いやー、これはイルミナポケモン来るんじゃないですか？古代遺跡見つけたし。うん、この調子ならどんなことでも解明できそうだね。からの？巨大結晶に続くルートを発見。なるほど。来るんじゃない？ところで、調査も進んできたので報告があるよ。来た。じゃあ写真整理していきますね。さあ、戻ってきやした。あんな地下に植物が生息しているとは。なんか鏡博士が困った様子だね。なんか珍しいね。もうちょっと喜ぶかと思ってたんだけど。新発見だ！みたいな感じで。世界にはまだまだ不思議な場所があるんだね。そう、いつものポーズじゃん。そのポーズしててくれよ、鏡博士。博士！博士、大事な話ってなんだよ。おお、そうだった。デュラス島のイルミナポケモンを見つけたんだって。やっぱりな、来たか。そう、洞窟のさらに奥、巨大な空間から例の反応が現れたんだ。なるほど。いいね、最後のイルミナポケモンだね。そうなるよね。しっかり頼んだよ。なんだろう。でもジャングルでしょ。草タイプとかになるのかな。メガニウムではないから。メガニウムは出てるもんな。まあ、行ってみますか。行ってみないとわかんないですからね。何がいいかな。そうだな。でもさ、前回、ミュウが出たりとかあったからさ、まあ、伝説のポケモン的なのが来てもおかしくないと思うんだけどな。目標は今。目標はなんだ？近い！近い！近い！なんだ？なんだ？なに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 ？なんだ？なんだ？誰だ？いきなり近寄ると危険かもしれない。あ、そういうタイプのやつ？危ないタイプのやつ？どこだ？あ！ハガネルだ！はいや。ハガネルはいや。嘘。絶対中にいるよね。周りの穴にフワリングを投げてみて。周りの穴？はい。ほい。ほい。ほい。そっちじゃないんかーい。
ほい。穴の奥から振動が伝わってくる。違う、これ。こっち行ったな。こっちか。はい。はい。くそー。大きいからイルミナオーブを何個も当てないとダメなのかも。そうかもしれないね。あ？はい。はい。下にいそう。サーチしてみて。フワリンゴで出てきてくれるかな。ここ？あ、出てきた。ちょっと早い。ちょっと早すぎる。早すぎます。ちょっと待って。ちょっと待って、早すぎないか。いくらなんでも早すぎないか。はい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 。くっそー！早すぎねえか？こっちか？どっちだ？どっちだ？あ、全然使わないじゃん。カメラ。カメラを使う機会がない。クリスタフラワーがここにあるな。クリスタフラワー光らしといたら、はい、来た。投げ込んでみて、届かねえ。肩弱すぎる。主人公の肩の問題や。どこだ。いた。はいはいはい。もうそっちかい。反応が遠ざかっていく。遠ざかっていく。イルミナ状態は取れなかったようだ。嘘だろ。一度戻ってこよう。ガチ。ガチ。むず。嘘。そういう感じっすか。すいません。なんかすいません。話したいことがたくさんあるけど、まずは評価を行おうか。評価もクソもないんすよね。そうなんですよ。評価もクソもないんですよね。頼んだよ。光る模様の浮き出た鋼の撮影。わかってるって、博士。わかってるよ。俺もわかってるよ。リトライで。リトライで。行きましょう。撮ってくるからな、博士。待っててくれ。なんか、くるくるってなってたな。あんな演出あったっけ？記憶にないな。頑張ってね。とりあえずここダッシュしよう。はい。んで、ここから顔出すから。ここじゃなかった？だよね。で、リンゴ投げて、顔出すから、はい。くっそ！こっちか。はい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 。あ、来た！くわー！はい、はい。取れた、取れた！とりあえず、取れた。取ることには成功した。よーし！ちょっと、満足いった。ここダッシュして、左から来るっけ？右か。ん？違う。右が、左から右行ったのか？ってことはこっち？いや、こっちか。くっそー！いやー、サーチできるのはいいんだけど。くぅ、はえぇ！はえぇよ。もう出てこないみたいだな。次行くか。サクッとここ行ってしまって、こっから来たはず。違ったっけ？こっちないもんな。こっちだよな。はい。
はい、来た。うお、めっちゃ揺れる。くあーさー、くさー、帰ってか、帰らなきゃいけないか。まあでも一応行ってしまったのかな、ぽいけどね。戻ってくる前にちょっと寄り道してもらってもいいかな。はい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 。さっきハガネールを追いかけているとき気になることがあって。何何何あった？途中壊れた壁の奥に大きな空間があるみたいなんだ。サーチの結果、それは人工のものと出ている。ガチ？これは行ってみるしかないよね。へえ、なるほど。こういうパターンあるんだ。面白いな。なんだろう。人工のもの？ってことはここに人が来たことあるってことでしょ。今までのようにイルミナポケモンに関する、まあ確かに古代遺跡があるって時点であれだよな。人のなんだろう、何のマークだろう。このバッチのマークと似てる気がするけど。なんだ？この壁画は。でもあれかな。かなり古くて、ところどころ壊れているけど。でもイルミナポケモンだよね、これ全部。したものだね。年代は簡易測定によると、約2000年前。2000年前の。そんなにすごいことなの？小惑星が衝突したのと同じ時期に描かれたものなんだよ。これは大発見だよ。ってことは、ぶつかったことを伝えるために書いたのか、予言されてたのか。いやでもそんなことないよな。なんか守ってるっぽいよね。ポケモンたちのこの模様は、これは明らかにイルミナポケモンだけど、とっとこ。隕石の落下の前にイルミナポケモンがいた。そしてこの中央には6匹目のイルミナポケモン。中央、そういうこと？見えねえけどな。ごめんごめん、ちょっと考え込んでしまった。なるほどね。まあでも隕石からこの5匹戻ってから整理しよう。で守って6匹目がいたっていう感じには見えないけど、多分博士が言うんだからそうなんだろうな、きっと。6匹目がいたんだろうな、きっと。真ん中結構擦れてて、ぐちゃぐちゃになってたから分かんなかったけどね。ハガネール綺麗なの取れたかな？いいの取れてんのかな？いやー、微妙すぎないか？これ。まあ、誤差だけどこっちかな。まあ、これで行きましょう。行きましょい。しゃーない。お願いします。いやー、取るの苦労したね、マジで。苦労したというか、全然取れなかったな。よーし。でも無事に、収めることができた。せめて顔映っててよかったわ。レベルアップ？お、新しい段階に進んだね。小さな変化も見逃さないよう、次もよろしくね。これからどうなるんだろう、でも。なんか、新しく、増えるのかな。ところで、イルミナポケモンのデータも得られたので報告があるよ。とりあえず、写真整理してきますか。それなら。戻りました！なんかすごいことになってるな。これはでもイルミナポケモンなのかな。これ隕石が来るっていう、あれ。おそらく、次が本当に最後の調査場所だ。なるほどね。君たち準備はいいかな？いいね。いいね、いいね。海の中かな？海の中っぽいよね。海の中とかにあるのかな？それとも島があるんだっけ？さっきの壁画には驚いたな。驚いたね、これは。もう一匹イルミナポケモンがいるだけでなく、落下の隕石の、隕石の落下の前からいるなんて。そうだな、博士が言ってたのは、なんか、隕石が落ちた衝撃でイルミナポケモンが生まれたんじゃないか説を言ってたもんね。
うん、僕の予想とは違ったけど、この発見は本当にすごいことなんだよ。そして、今までの分析の結果、各島のエネルギーが一箇所に集まっているのが分かった。それは見てわかるよね。なんとなく。かすかだけど、そこにイルミナポケモンの反応もね。壁画の真ん中の、まあ、そうだろうね。おそらく。その場所はどこなんだよ。それはね。島なんだ。遺跡。ここ、地図にも載ってない小さな島を指しているんだ。アウラム島。言い伝えに出てくるアウラム島がここだと思う。では、真実を目指して最後の調査に出発しよう。なるほどね、面白い。じゃあここで一旦切りますか。じゃあ、また次回よろしくお願いします。じゃあ最後の島を目指してね、次回はやっていきたいと思います。では、お疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。